この度はお忙しい中ご覧においでいただきましてありがとうございます。まあ、よろしくお願いいたします。50年代から平面をやっておりまして、その後、まあ、70年入ってから、素材を変えてみました。陶に平面をやっていて、その時代は情報時代の情報過多の時代だったですから、その情報に埋没する不安とか恐怖感みたいなものを表現しようと、いろいろコラージュやってたんですけど、その時になかなかそのちょっと面白くなくなってきて、なんかそこら辺にこうポッと置いてある新聞の塊みたいなもんがなんか存在感があって面白いなと思いまして、でそれをなんか使うことによってもっと恐怖感が出ないかなと思った時に、それを塔に変えてみました。すると塔っていうのは、まあ、不安もあるし恐怖感もありますから、割れると、だから割れる新聞紙、割れる情報物を作ることによって、それを表現してみたいなと思ったんですけど、私の場合はどういうんかな、読み終わった新聞とか用なしたものはみんなゴミなんですよね。だそれがある日突然ゴミを焼いたら溶油スラグいうのができるっていう記事を見まして、でその溶油スラグを探し歩いて、で東京のゴミを焼いた溶油スラグと工場でできた灰土、それと溶油スラグと混ぜて糖にして練って、それとそれによって新聞を作ったり、で段ボールの破片を作ったり、いろいろなものを作ってみました。だからゴミからゴミ、どれもみんな現代を感じますから、その私現代っていうそれの下で仕事してますから、どれもみんな現代なんですね。自販機でみんな缶ビール缶コーヒー買われます。あ、これは現代だなっていうなんかそれがあったので、で作ってるんです。ずいぶん前なんですけど、漫画がすごく流行った時があったんですね。その時若いご夫婦が電車の中で子供さんを膝に乗せながら二人で漫画読んでおられるの見て、あ、これは現代のバイブルだなと思って、それを作ってみようと思ったんです。あんまりありませんね。ずっと遊びできれますから、売るとかなとかいうそんな観念なかったんですよね。これを作って売りたいとかそれは全然なかったんですよ。ただ作りたいものを作ってる、やりたいことやってるだけで、だからみんなに迷惑かけながらもう自分はもうやりたいことやってたいうだけです。だから遊んでました、ずっと。わかりませんけども、今まだ考えてませんけど、やっぱり時代を意識しながら何か面白いことできないかなと思うだけです。いつも時代っていう今私の生きてるこの時代を意識しながら作品作ってます。だからまあ今後も何ができるかちょっと分かりませんけど、その時その時思いついたもんパッパッとやってしまいます。